本葉寺は、滋賀県大津市にある日蓮宗の寺院。三号は、蓮光山。旧本山は、大本山本国寺。法縁は、有志法縁。現住職第35世紀中市、健康源が2年に、平田源寺や松屋伊兵先祖らが、全住院被誉れ商人を解散として創立した、日蓮宗の寺院。平田源寺より数えて3代目の平田正澄は、 万治元年から律本寺や本万寺などの落中日蓮宗本山で行われた、北家ケ断の断議説法者である本山律本寺第十九世、霊衆院美心に深く消え、その、聞き書きは、当時の息吹を現代に伝える貴重な資料となっているが、その平竹が断落ちとなって、多くの日蓮習寺院が混流され、日蓮習史上皇妙な一族である。現在でも、本陽寺には、 初期平田一族の遺灰や墓碑が現存している。つまり、平田放火改修の発祥人員。また、江戸期には隣接地に大津牢獄が存在していた経緯もあって、その牢獄門を参門にしている。よって、残悔滅在寺とも呼ばれる。現在は、信行組織、本用寺菩薩団を結成し、 宗教活動のみならず、地域社会に貢献すべく活動を展開している。法演は、有志法演。現住職は、第35世中市、健康、開門院非盆で、日練習専人布教師、教会師、教田辺市北家寺も兼務している。ありがとうございます。